誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。義肢装具士の臼井文雄さん、多くのパラアスリートを支えるスポーツ用義足作りの第一人者です。パラリンピックになると世界と戦うわけですよね。カーボンファイバーという素材を使って、バネの反発力を使って走るっていう、人それぞれ履く感覚が違うっていう、それを汲み取るっていうのも大事な仕事の一つですね。そんなシーダーのルーツは30年前に出会ったハワイの義足、ホノルルの義肢製作所ですね。そこの職人さんが、これで走ったり飛んだりしても壊れないんだって、見たことないだろうって、義足を作ってて、本当に大きな衝撃な出会いっていうか、初めてパラリンピック出たのが2000年シドニー。スイ君がね、大きなスタジアムで義足で立っている姿を見るだけで、すごく活動を続けてきてよかったなとは思いましたね。そう義足でスポーツ、義足で走る、どんなことでもね、チャレンジできるように、障害者の人がもう自信を持って生活している、そういう世の中に、なってほしいっていう。シーダーのまいた種がパラアスリートに笑顔の花を咲かせる。